つまりレザーは両親のことを知るためにそのお酒を再現しようとしてるってこと？私を騙そうとしてないよね。ディオナお姉ちゃんごめんなさい。クレイの説明が下手なせいで勘違いさせちゃった。怒らないで。レザーのお酒を作るの手伝ってくれる？クレイもお魚をたくさんドッカーンするから一緒に食べよ。ドド君もなでなでしていいや。私別に怒ってなんかないし、クレイちゃんが人助けしようとしてるのは分かった。レザーに悪い影響を与えたくないからつい大きな声を出しちゃったにゃ。レザー自身が飲むわけじゃないならしょうがない。ちょっとだけ協力してあげる。でも先に言っておくけど、私が普段扱ってるお酒は醸造が終わっているものなの。いきなり原材料から作れって言われてもどうなるかわからないから。やったー、ディオナお姉ちゃんはいい人だね。ああ。あなたたち口だけは上手なんだから見ときなさい。よし、できたみたいだ。あっという間だったな。次はこれを置いておく場所を探さないと。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。つまり風が吹くところに置けってことか。風立ちの地はどうだ。風が強い。確かにモンドで風といえばあそこが真っ先に思い浮かぶな。ワクワク、クレイも一緒に行く。私はバカパパの監視をしないといけないから遠慮しとく。クレイちゃん、また今度一緒に遊ぼうね。うん、約束だよ。